皆さんは親よりも年齢の高い人と結婚を考えたことはありますか？どうも、大河ドラマは3周する男、侍くんです。このチャンネルは大河ドラマオタクが最新研究を交えつつ解説していきます。今回のテーマはチャチャ。チャチャは織田信長の妹であるお市の方の長女であり、豊臣秀吉の側室として淀殿の名でも知られる人物です。この秀吉、チャチャにとって親の仇と言える存在ですが、チャチャはどう思っていたのでしょうか。今回はそんなチャチャの波乱万丈な人生を紐解いていきましょう。ぜひ最後までお楽しみください。第1幕、チャチャとは。チャチャは永禄12年1569年頃、近江の戦国大名浅井長政とお市の方の長女として誕生。一説には長政と血がつながっておらず、お市の方の連れ子だったという話や、叔父にあたる信長の子供だったという衝撃的な説があります。こういった説が浮上している理由としては、浅井家の司書である浅井三代記にチャチャの誕生に関する記事がないためです。またお市の方が信長の妹ではなくいとことする資料が存在しており、それならばチャチャは信長の子供かもしれないという憶測がされているようです。ただこういった説は歴史的資料に裏付けられているわけではないので、へえ、そんな説もあるのかくらいに思っていただけたらと思います。ちなみにチャチャという名前の他に菊子という名前があることを皆さんはご存知でしょうか。戦国時代の人たちって呼び名が多いなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、現在の名前に対する価値観と全く異なっており、幼い頃の名前と元服後に与えられる名前がありました。どうする家康でも徳川家康の幼名や元服後の名前に触れられていましたね。さてここでクイズです。家康は生涯で何度名前を変えたでしょう。ぜひコメント欄に答えを書いてくれると嬉しいです。さて話を戻しますが、チャチャは生涯一貫して名乗り続けた名前であり、菊子は朝廷より地声家を賜った際に授かった名前だそうです。現在で考えるとチャチャから菊子に改名したのと思われそうですが、あくまで公的な場面で使用する名前が一つ増えただけで改名したわけではありません。ちなみに住む場所によって淀の方、二の丸殿、西の丸殿などと呼ばれていたようです。現在最も用いられている淀殿は当時の資料にはなく、江戸時代以降の呼び名だとか。第2幕、秀吉との関係性。秀吉とチャチャは夫婦関係にありましたが、その年の差はなんと32歳もあったとか。え、秀吉ってロリコン？と思われた方もいるかもしれませんが、徳川家康にはなんと55歳差の側室がいるので、そう思うとまだ秀吉はマシだったのかもしれませんね。一説によると秀吉は本当はチャチャではなくお市の方と結婚したかったとか。ただお市の方は身分が違いすぎることなどもあり、秀吉を嫌っていたそうです。兄である信長の命令であったとしても、夫である長政の死に秀吉は大きく関わっており、もし仮に秀吉が善人だったとしても、お市の方にとっては極悪人だったかもしれません。そんな母を近くで見てきたチャチャにとって秀吉はどんな風に映っていたのでしょう。天正10年1582年、信長が本能寺の変で命を落とすと、お市の方とチャチャの状況もまた変化していきます。この時中国地方の毛利家攻略の最中であった秀吉が急ぎ京に戻り、謀反を起こした明智光秀を討伐します。信長の仇を討ったということで、秀吉は徐々に実権を握りつつありました。一方お市の方は織田家重臣の柴田勝家との再婚が決まり、親子で越前の国北の庄城へ移ることになります。
お市の方が勝家に嫁いだ経緯については勝家の動画で詳しく解説していますので、ぜひそちらの動画もご視聴ください。結果は皆さんご存知の通り、豊臣軍が勝利。勝家はお市の方と子供たちに逃げるように諭すも、お市の方は勝家と共に自害する道を選びます。ただ子供たちを死の道連れにはできないと、娘の茶々、初、剛の三姉妹はお市の方の計らいで秀吉のもとに送られることに。こうして茶々はジップの長政のみならず、母お市の方と養父勝家をも戦で失ってしまいました。さて秀吉の庇護のもとで生活を送ることになった三姉妹ですが、そこから数年も経たないうちに三姉妹は相次いで結婚をします。茶々はお市によく似ていたそうで、秀吉が手放したくなかったのかは定かではありませんが、三姉妹で一番最後に結婚をしたのが茶々でした。天正16年1588年頃、茶々は秀吉の側室として迎え入れられました。秀吉は親の仇ともいえる存在ですが、自分の利害を考えたら天下人に嫁ぐ方が得だと考えたのかもしれませんね。第3幕、秀吉との間にできた子は実は托卵だった。茶々が秀吉の側室になった理由については実のところよく分かっていません。ただ天下人となった秀吉の子供を産むことで茶々の発言力を大いに強めることになりました。大河ドラマでもお市の方との別れのシーンで、茶々が天下を取りますと言っていたのを覚えていますか。実際の茶々ももしかしたらそういった思いがあったのかもしれません。天正17年1589年、茶々は秀吉との子である鶴松を出産。秀吉は多くの側室を持ちながら子宝には恵まれなかったため、茶々の解任を痛く喜び、三女として淀城を修築して茶々に与えたほどです。しかし喜ぶのもつかの間、鶴松は天正19年1591年に病死してしまいました。待望の我が子である鶴松を溺愛していた秀吉の悲しみは計り知れないものだったでしょう。それでも2年後の文禄2年1593年、今度は広井丸を出産。彼が後の豊臣秀頼となります。天下人の後継者を生んだことで、茶々は御台所として正室のねねに次ぐ地位を確立しました。ただ茶々の子供の出生についてはとある疑惑があるのです。以前の動画でもご紹介した通り、秀吉は側室が300人もいたと言われるほどの女好き。しかしそれにもかかわらず、秀吉を父とする子を産んだのは晩年に側室になった茶茶ただ一人。そのため茶茶が産んだ二人の息子の父親は実は秀吉ではないかもしれないという疑惑が。現在のような DNA 鑑定があれば、真実はいつも一つとどこかの名探偵くんばりに言うこともできるのですが、当時にはそのような方法はありません。ただその当時でも茶茶の妊娠を怪しむ声が聞かれていたようで、一説によるとその相手は茶茶の幼馴染の大野春長ではないかと言われています。春長は背が高く顔立ちの整った若者だったようです。他にも石田三成との間にできた子供じゃないかとも言われていますが、これは首をかしげたくなります。三成は側室を持たないほどの生真面目な人で、正室を大切にしていたそうですから。ただ火のないところに煙は立たぬと言いますので、噂になるほどの何かがあったのかもしれませんね。しかしそんな噂になっているのであれば、秀吉の耳にも入っていたのではないかとつい思ってしまいますよね。愛し合っている茶茶の子供だからと疑う必要はないと思っていたのか、はたまた葛藤や悩みを抱えつつも自らの子供として育てようと思っていたのでしょうか。皆さんはどう思いますか？
ぜひコメント欄で教えてください。もし仮に企んだったとしたら、チャチャが考えた秀吉への復讐だったのかもしれませんね。第4幕、チャチャの最後。慶長3年1598年、天下人秀吉が死去。秀吉が亡くなると正室のねねは出家して高台院と名乗ります。チャチャは秀頼の後見人として政治に介入していきました。秀吉の後継者にはチャチャが産んだ秀頼がつきますが、幼い子供に政治ができるはずはありません。当然権力争いが勃発します。秀頼の父役である五大老前田利家が亡くなると、三成派と家康派の対立が大きくなってきました。家康の会津攻めを好機と見た三成はついに挙兵し、鎮静化を図りたいチャチャはその旨を記した書状を家康へ。しかし家康はチャチャからの書状を三成追討の大義名分として利用します。一方三成は秀頼の出陣やお墨付きを求めますが、チャチャにより拒絶されてしまいました。チャチャ秀頼の豊臣家としてはあくまでも中立の立場を取りたかったようですが、チャチャの願いも虚しく、かの有名な関ヶ原の合戦が引き起こされてしまいます。結果は皆さんのご存知の通り、家康方が勝利を収めました。チャチャと秀頼に関しては合戦の責任を追及されるかと思われましたが、家康の配慮によって2人は西軍に加担していなかったことを認められます。これに感謝したチャチャは家康に感謝の手紙を送り、大坂城で家康を手厚く歓迎。さらにチャチャは、家康殿は秀頼の父親代わりだと公言し、両者の関係は良好と見られていましたが、残念ながらこの関係はそう長くは続きませんでした。慶長8年1603年に征夷大将軍となった家康は江戸幕府を開きました。その2年後にはその位を2代将軍秀忠に譲り、江戸幕府を盤石なものとします。我が子の秀頼こそが武士のトップであると信じて疑わないチャチャは、この出来事には到底納得がいきません。両者の間に緊張感が続く中、なんと家康はチャチャ秀頼に対し大坂城を出て他の地に移るよう迫ります。天下人たる秀吉が気づき、長年暮らした城を出るなどチャチャには納得できるはずはなく、対立は明確化します。慶長19年1614年、ついに両者の間で合戦が勃発します。あの有名な大坂冬の陣です。チャチャは秀頼と共に大坂城にこもり、徳川方に徹底抗戦。しかし残念なことに戦況は家康側が終始優勢でした。大坂城の本丸も大砲による砲撃で甚大な被害を受け、チャチャの次女も命を落としてしまいます。チャチャと秀頼は家康側が有利となる講和条約を納得いかなくとも受けざるを得ませんでした。ようやく平穏な日常が戻ってくるかと思いきや、翌年の慶長20年1615年、再び合戦が起こります。大坂夏の陣です。豊臣方は真田信繁や毛利勝長といった猛将が奮戦するも、多くの将兵を失い大坂城本丸に総退却。しかし本丸にも敵軍が殺到し、秀吉が築いた名城大坂城も火の手に包まれ落城しました。チャチャ秀頼親子は城内で自害することを選び、この世を去るのでした。第5幕、豊臣家のその後。秀頼には子供が2人いたとされていますが、いずれも大坂城落城後に捕らえられています。娘の奈姫は東慶寺に尼として入ることを条件に命は救われますが、息子の国松はわずか8歳ではありましたが、市中引き回しの後斬首されてしまいました。
これで豊臣家の血を引く者は尼になった奈姫だけとなります。奈姫はその後37歳の若さでこの世を去り、ここで豊臣家の血脈は途絶えてしまうのでした。幼い頃から二人の父を亡くし、母も亡くした茶々。その運命は豊臣秀吉の子を産むことで好転するかと思われたのですが、また不幸が降りかかりました。豊臣家の実質的トップともいえる権威を持った茶々でしたが、家康に敗れ命をも失うことになります。波乱万丈な茶々の生涯を皆さんはどう感じましたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。もし面白かったらチャンネル登録・高評価ボタンをよろしくお願いします。